スタターです。さあ、これでいけるのか。貞子サインでうなずいて、ちょっと首を振った。ナイスピッチ、ありがとうございました。しかし貞子、体力を使い果たして倒れてしまったのか。貞子が心配そうに見守る中、どうやら担架に運ばれての退場となるようです。ありがとうございました。改めて貞子の女性貞子に拍手を送ってください。実はゴルゴ、密かに特訓を重ねた恐るべき魔球を用意していた。どんな魔球が今日あるのか。完全に裏をかかれた阿部は全く手が出ず、思わず苦笑い。両チームの選手と3万の大観衆が大受け。